快晴の丸亀城、天守です。こちら天守なんですけども、まあ、日本百名城現存天守ということで、もちろん一番魅力的なものなんですけども、まあ、その石垣の部分はですね、またそちらでビデオで出しますね、ご覧ください。で、こちらの現存なんですけど、この他にもですね、いろいろ残っていまして、まあ、大手門くぐってきた方は分かると思うんですけど、一の門、二の門って二つ門があったと思うんですけど、あと裏側になりますけど、長屋とか番所とかですね、カゴ部屋とかがありますんで、それも合わせて見てもらうといいと思いますよね。天守だけピストンしてもここは意味がないです。あと、まあ、ちょっと今修復中なんで、おすすめというか、その辺は見る見ないは判断必要だと思いますけども、崩れてしまってるんでね、一番石垣のこう美というか、それを感じる部分が崩れてしまってるんで、まあ、こればかりは残念ですけども、まあ、その部分も一応魅力の一つということでお伝えしておきたいと思います。それと、門の周りの石垣と堀ですよね。その辺もかなりですね、ゆっくり見ると、そうですね、今日は絡めてから入ってますけど、やっぱり2時間ぐらい見たいですよね。もし30分で済ましたいという方は、まあ、当然ピストンということになるんですけども、ちょっとそれではせっかく来たんであれば、丸亀城の場合は見どころたくさんありますので、まあ、基本的にこのビデオはお城ファンの方に出してますので、特に初めての方であればですね、資料館など合わせてみるといいと思います。まあ、ちょっと観光用には出してないんですいません。で、その現存の天守の方のですね、木製の650分の1でしたかね、木造の模型、さっき写真と崩れたところにありましたけど、ありますんで、それもこう現存っていうかですね、木造っていうのはなかなかなくてですね、まあ、図面も残ってるということで、こう立体模型があるんで、それはぜひ見ておきたいですよね。あれ、やっぱりこう、あとはやっぱりその周りの天守群がですね、まあ、非常に魅力的ですというところが一番お伝えしたいというところですよね。まあ、二の門のところと一の門のところも綺麗なんですけど、お祭りとか人が多いとですね、まあ、ちょっとゆっくり見れないなと、そういう部分がありますので、まあ、要するに天守っていう、こう、まあ、30矢倉なんですけど、御三階矢倉ですね、1660年、ですから江戸の、まあ、後期でもないですけど、中期、まあ、前期から中期にかけてできたと。丸亀藩は京国家が継いで一番長いですから、まあ、これだけの何ですかね、大きな石垣を作ると、いうことも どのような意図があったかちょっと分かりませんけども、まあ、生駒近政にしても讃岐一国といっても、讃岐は17万石しかないですから、まあ、例えば50万石級とかですね、まあ、仙台とか島津とか、加賀100万石とちょっと比べてしまっては話にならないんですけど、50万石から30万石の大大名でもですね、ここまでの石垣の城ってのはないですよね。まあ、ちょうどその運良くと言ったら変ですけど、破却されなかったと。ですから、中世のお城っていうのは結構、戦国時代ですね、特に最初は館みたいなお城から始まって、もう堀が大きく深く、石垣がどんどん高くと、まあ、戦国時代から特に関ヶ原前後ぐらいまで、はそういう大きなお城っていうのはたくさんあったんですけども、まあ、一国一城令の後ですね、まあ、そんな太平のようにその戦争の道具はいらないと、まあ、それは今も変わってない、今の世の中も変わってないのかもしれませんけども、まあ、そういうことで破却された城が多い中でですね、ちょっと残った城の一つにはなるんですけども、ここまで石垣が残ってるっていうのは多分全国でも珍しいというか、ここしかないですよね。で、まあ、日本一高い石垣だということを、地元でも話してますよね。まあ、以前伊賀上野城で、日本一高いお城どこでしょうねって話してたんですけど、あ、高い石垣はどこでしょうね。あそこも、あそこはですね、堀のところからいきなり立ってるんで、その実寸はともかくですね、やっぱり高度感がもう直角に近いような、まあ、実際は70度ぐらいかもしれませんけど、見下ろすと非常に急斜面でですね、足が震えるぐらいの、まあ、ここも確かに足元はあるんですけども、周りが景色が広がってるんで、割とといっちゃなんですけども怖くないと。実際の高さの採寸はちょっとよく分かりませんけど、35メートル以上のことを言ってるんだと思うんですけど、まあ、一説には伊賀上野も30メートルって書いてある資料もありますし、ちょっとなんとも言えませんけど、いずれにしてもこっちの石垣の方が多いと、大きいと、高いということで、紹介されてますよね。
丸亀城の天守付近と石垣についてでした。